本当に長く競技生活を送ることができて、本当に心から幸せだったなと感じました。スタート、入江曲がってきている、クラリーか、入江か、入江は銀メダル。4大会連続でオリンピックに出場し、日本の競泳界を牽引してきた入江選手。大阪市天王寺区出身で、近畿大学附属高校時代から頭角を現していました。学校生活ちょっときついんですけど、けどまあ自分では頑張ってると思います。そして近畿大学1年生の時には初めてのオリンピックに、200メートル背泳ぎで5位入賞を果たしました。入江は5着。翌年には背泳ぎの100メートルと200メートルで日本記録を樹立。15年経った今も破られていません。入江選手が最も印象深いレースだったと話すのが、僕自身やはり一番覚えているのはロンドンオリンピックのメドレーリレー。入江選手にとって2回目のオリンピック、200メートル背泳ぎと100メートル背泳ぎでメダルを獲得し、臨んだ最終日の競泳男子400メートルメドレーリレーで見事銀メダルをやりました。部屋の3人で、康介さん手ぶらで帰らせるわけにはいかないぞって言って、こう観客席を見たときに日本チームがみんな飛び跳ねて泣いて喜んでくれた、あのシーンが本当に今でも鮮明に覚えていますし、どこか自分もあの光景をもう一度見たいという気持ちを持って今までやってこれたのかなって思ってます。ロシアオリンピック委員会、その後も2016年のリオデジャネイロオリンピック、2021年の東京オリンピックと日本競泳界最多タイの4回のオリンピックを経験しました。予想よりかは遅いかな。そして日本競泳界初の5大会連続オリンピックを目指し挑んだ先月のパリオリンピックの代表選考会。出場は叶いませんでしたが、最後まで戦い抜いた入江選手の姿にオリンピックに向かう後輩選手たちは、入江さんの泳ぎを見て、あの最後まで泳ぐ姿に心打たれて、私もしっかり頑張らないとっていう思いで、涼介さんの分まで、自分がこれからも引っ張っていくつもりで、もっと頑張りたいなと思います。やっぱりパリに行きたかったなっていう気持ちは未だにありますね。できることは本当やりきった、すがすがしい気持ちで最後泳ぐことができたので、まあ、ここが最後だなっていう気持ちに、終わった直後感じました。水泳がないのがなんか嬉しい気持ちもあるんですけど、なんか寂しい気持ちもあるかなと思います。ありがとうございます、お疲れ様でした。ここでなんと北島康介さんがお越しくださいました。ずっと背中を追い続けた北島康介さんがサプライズで登場。本当に長い間あの競技生活ご苦労様でした。いや昨日 LINE したのに帰ってこないなと思って直接言いたかったから。ありがとうございます、はい、それが一番嬉しいです。今後は後進の指導などに当たりたいと話す入江選手、バトンは次の世代に渡されました。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。